東トルキスタン共和国、東トルキスタン共和国、東トルキスタン共和国、ウイグル語、英語、シャーキー・トゥアキストン・ジャマホーユー・リオティは、トゥルク系イ,イスラム教徒によって、20世紀前半に、中華民国の新教省であった中央アジアの、東トルキスタン地方において樹立された政権である。ガあ歴史上二度にわたり、それぞれ別々の地域を拠点として樹立され、いずれも、 一定の期間、東トルキスタンの一部において実効的な独立政権を実現した。1933年から1934年にかけて存在した第一次の東トルキスタン共和国は、1930年代、初めに東トルキスタンを支配していた新共商政府に対してウイグル人が主体となって現地のイスラム教徒の独立運を急行し、 タリム・ボン・キセイ南部のカシュガルに建設された政権である。1920年代に第一次世界大戦後のロシア内戦とシベリア出兵の結果、大量のロシア人が中央アジアに流入し、その一部は中国領内に流入してトゥルク人社会を形成した。この政権の発足は、これらの人々が傭兵として独立運動に参加し、軍事力を提供した4。 12クーデーターが契機であった。1928年、蒋介石の南京国民政府が、洋造新を、新疆省庁に任命したが、ファ洋南、ファンヤオ南に暗殺されると、金樹人が権力を掌握した。金樹人の5年間の新疆統治がもたらした腐敗と、圧政は、民族、宗教間の紛争を一気に表面化させた。1931年、 ハミのホうジャニヤーズがうるむチで放棄。金樹人はホうジャニヤーズ討伐に聖世祭の部隊を派遣した。森世祭率いる小政府軍は反乱軍を撃破。ハミのホうジャニヤーズらに率いられた反乱勢力は西方へ逃亡した。1932年、新疆に進出してきた甘宿省のイスラム教徒、海賊軍閥である馬中エが率いる馬屋軍が、 トゥルファンで反乱を起こしたが、これも、聖世祭に撃破された。1933年4月12日、参謀所長鎮中が入りへ逃れてきていた、白系ロシア人と満州族の傭兵、貴下軍を擁して、放棄、4、12クーデーター。金樹人はソ連に亡命。1933年6月、バチュウエが、再び侵攻し、ハミ、モクルイが、 古城で漢族を虐殺した。ウルムチから送られたご愛心と和平案を締結し、歯身を馬中英に与えることで一旦合意した。しかし、すぐに戦闘が再開され、馬中英軍に帰還軍が圧倒され、茂イズ泉まで押し込まれた。にわかに雪が降ると雪に慣れていた。東北抗日義勇軍が馬中英軍を撃破し、馬中英は西のソ連領に逃亡した。 6月26日、ウルムチでクーデターを企てた、リエミテン、東アキラが粛清された。7月、バチュウエイとホウジャニアーズが交戦し、バチュウエイが特寸を占領し、ホウジャニアーズは脱出した、特寸の戦い。8月1日、森瀬彩が、心境変貌、ただし弁に正式に任命された。10月、森瀬彩は、同様に、東北高日義勇軍の指導者、 体巡星を銃殺し、同軍を解散させた。海賊軍閥の侵入を受けなかったタリムボンチ南部のホータンでも、1933年初頭に、ムハンマド・アミーンブグララが、在地の宗教指導者をリーダーにいただき、反乱を起こした。ホータンの反乱軍は、漢族の管理を追放して、ホータンを支配すると、西のヤルカンド、カシュガルへ進軍し、はみ、 トゥルファンから逃亡してきたホージャニアーズらの勢力を、正して11月12日に、東トルキスタンイスラーム共和国の建国を宣言した。共和国の大統領には、ハミの勢力を代表し、ホージャニアーズが、首相には、ホータンの勢力を代表しサービトダーモラーが、就任した。彼らは、イギリス、トルコなどの諸外国の承認を得て、独立を国際的に認めさせようとしたが、 失敗している。聖世祭の新疆省政府は、トゥルファンを占拠するバチュエに、ウルムチを脅かされていたが、ソビエト連邦に介入を要請。翌1934年の初頭に、新疆に入ったソ連軍によって、トゥルファンを追われた馬中の軍は、宝坦に侵攻し、東トルキスタンイスラーム共和国の軍隊を壊滅させた。共和国崩壊を受け、 大統領の法者にイヤーズは、ソ連を通じて、小政府特軍の聖世祭と交渉を行い、首相のサービトダーモラーを、新教小政府に引き渡し、自らは小政府副主席に就任し、森世祭率いる、小政府に願いった。宗教指導者に引き入られた第一次、東トルキスタン共和国の設立に、中心的に活躍したのは、ロシア領の西トルキスタンで1910年代に、 行われたジャディード運動に影響を受けた商人知識人層であり、二十世紀初頭から始まった東トルキスタンの民族運動の一つの結実を示す事件であった。一九百三十四年三月、国民政府が聖世祭を新疆省政府主席に任命すると、森世祭はホウジャニヤーズを省政府副主席に任命した。一九百三十六年に。 生世祭が新京省への入京に詐称を義務化して中国内地からの影響を遮断し事実上独立国とした。1944年から1946年にかけて存在した第二次の東トルキスタン共和国は第二次世界大戦期にソ連の支持を得て公用した東トルキスタン独立運動によって新疆省の北部のグルジャに樹立された政権である。 中華人民共和国では、中国革命の一環として行われた反、国民政府運動の一つとみなされている。彼らの政治運動は、当時十区あった新京省の行政観察区のうち、第2、イリ、第5、タルバガタイ、第6、アルタイの3地区を支配したことから、三区革命と呼ばれている。1944年に、イリ渓谷のグルジャ、 イニンシで放棄した独立軍が同年11月12日に建国した。反乱軍にはソ連軍、赤軍が装備、要因面で協力しており、12月までにイリ地区の全域が反乱軍の手に落ちた。また、翌1945年にはソ連領の西トルキスタンで教育や訓練を受けたカザフ人のゲリラ勢力がアルタイ地区、タルバガタイ地区を占領し、 東トルキスタン政権に合流した。共和国の元になった反乱軍は新ソ派ウイグル知識人のアブドゥルキリム・アバソフが指導していたが、共和国政府はウイグル人だけではなく東トルキスタンに居住する前、トゥルク系ムスリムを合わさせる反トゥルク主義を標榜していた。共和国の主席には新ソ派ウズベク人の宗教指導者で主戦派のアリハアントラが副主席には グルジャの名家出身の有力者アキムベク、ホウジャ、ハキンベグホジャ、アーシムベグホジャが就任し、ムスリム社会の上層部の人々が積極的に政権に招聘された。しかし実際には共和国は軍事部門を中心にソ連国籍を持つロシア人やトゥルク系民族出身の要因に指導されており、ソ連の強い影響下に置かれていた。共和国政府では、 中国国民党との交渉で台頭した、新祖派のアフメトジャンカスイミが次第に実権を掌握していった。1945年9月、東トルキスタン軍がウルムチェの進軍を始めたため、新疆省政府はソ連に和平の仲介を要請した。独立国東トルキスタン共和国の頭越しに、ソ連と国民政府の直接交渉が行われ、ソ連は

副主席、アフメトジャンをはじめとする、旧共和国派は、イリ地方に退去して、かつての東トルキスタン共和国の領域を、再び支配し始めた。同年翌月には、ソ連の支援を受けたモンゴル人民革命軍と、中華民国軍が、新疆で、武力衝突したが起きた。1949年、国境内戦を制した中国共産党は、新疆の摂取を行うために、 当力軍を派遣し、イリ政府との交渉を行った。毛沢東は、イリ政府に書簡を送り、イリの首脳陣を、北京の政治協商会議に招いた。しかし、8月27日、北京に向かった3地域の11人のリーダーたち、アフメトジャン・カスイミ、エメティン・カシム、アブドゥル・ギリム・アバソフ、アブドゥリ・カーリーム・アバス、イスハク・ベグ・モノノフ、イシャック・ベグ・ムーン・ヨノーブ、ルオジ、 ラキンメジャンサビアジフ、デレリカンスグルバヨーフ、ダリクハンシュガーバイルライリッシュの乗った飛行機はソ連領内アルマトイで消息を断った。首脳を失ったイリ政府は混乱に陥ったが、残されたイリ政府幹部のセープディンエズイズイが陸路で北京へ、不政治協商会議に参加して共産党への服属を表明した。9月26日には、 ウルハンシャヒリラ新疆省政府幹部も国民政府との関係を立ち共産党政府に服属することを表明した。12月までに中国人民解放軍が新疆全域に展開し、東トルキスタンは完全に中華人民共和国に統合された新疆信仰。ウイグル族とソ連領中央アジア出身者、モンゴル族やシベ族、 海賊で構成された東トルキスタン共和国軍を野戦大国軍に編入した人民解放軍に対抗して国民党側についたウイグル族のユルバースカーンは白系ロシア人と中国人スリムの軍、キカ軍を率いていた。1950年以後で国民党軍と人民解放軍の戦闘が起こり、敗れた国民党は中国大陸を脱出することになった。 ユルバース・カーンは、チベットを通過して、インドのカルカッタへ逃亡しなければならなかったが、チベットでダライラマ軍に攻撃を受けた。カルカッタからは、国民党と共に、蒸気船で台湾に避難した。ユルバース・カーンが、新疆消防名政府主席に就任。第二次東トルキスタン共和国は、中国国民政府との新疆省連合政府を経て、 中華人民共和国に消滅したが、それ以降、主に国外を中心に、東トルキスタンの独立を主張するウイグル人活動家たちが活動している。1980年代には、新疆省での紛争は1985年の12.12 12事件、1988年の6.15事件、1989年の5.19事件などが頻発した。 1989年の5.19事件は、北京での民主化デモが波及したものとされる。天安門事件の翌年の1990年4月5日から6日にかけて、カシュガルから 30km ほどに位置する、新京西部アクト県バリン橋、ともえひとし号、バレンタウンシップにおいて、バリン号事件、ボレンタウンシップライアットが発生した。4月5日、未明、 豪政府を襲撃した、ウイグル人、住民230名余りが、コーランを唱えデモを行った。説得に応じなかったデモ隊に対して、豪政府所属中国人民武装警察部隊が、同、銃撃を行い、銃撃戦となった。デモを指導したツェディニウスプラ15名が射殺された。国際人権救援機構、アムネスティ・インターナショナルは、死者50名、6000名が、 反革命罪で訴追されたと報告している。デモの中心になったのは、キルギス人で、我々はトルキスタン人だと主張し、入植した漢民族の追放、新疆省での核実験や、三次制限への反対、実地の拡大が求められた。中国政府及び、現地合政府当局は、反革命武装暴乱。 東トルキスタン共和国の樹立を目指す分離主義による暴動と認定しているが、毛利和子は中国政府らによる認定について、数頭の馬、斧、少々の手榴弾で武装したたった200人余りの暴徒が共産党の支配を覆し、新疆を独立させることができるは、誰が考えても現実的ではないと指摘している。バリン号事件以降、 自治区等共に委員会主任の大恩茂は、新疆は古代から中国の領土だったと各地で演説した。大恩茂シゲは1949年8月に新疆に入ったウイグル新皇寺の中国人民解放軍司令官で新疆生産建設兵団を設立した人物である。1994年にキルギスタン国会議員、 ヌルムハメド・ケンジェフとカザフスタンのウイグル協会会長、アシールワヒジは、新教のトルコ系住民のほとんどは、強い反感主義を持つが、中国共産党政府による支配が巧みで、統一運動が組織できないこと、また、ロシアと異なり中国は、文化的違いを認めないため、民族文化が消滅するとして批判している。また両者は、ロップノルでの核実験を批判している。 1964年以来、新疆ウイグル自治区ロップノール湖は核実験場として使われ、1996年までに核実験が45回にわたり実施され、1980年までに行われた核実験は地下核実験ではなく地上で爆発させた。物理学者の高田淳は核実験によって東トルキスタンの広範囲の土地が放射能で汚染され、 現地ウイグル人ら19万人が急死、急性の放射線障害などによる被害者が129万人に達するとしている。ウイグル人医師のアニワルトフティは、ウイグル人の悪性腫瘍の発生率が他の地域に住む民族と比べて35%も高く、漢民族であっても新居ウイグル自治区に30年以上住んでいる者は、悪性腫瘍の発生率がウイグル人と同程度としている。 1995年7月には、南強義補端で、当局による、モスク管理者会人に際して、中国共産党は宗教に干渉するなと抗議デモを行い、警察に鎮圧されている。1996年4月には、カシュガル役者で紛争が発生し、また、カシュガル最大のモスクである、マイティガル寺院の最高責任者アルンハン、ハジ暗殺未遂事件が起こっている。 ハジは中国政府寄りの人物で一部で銃撃戦となり9名が死亡1700名が心境分裂主義者として逮捕拘禁された1997年2月5日グルジャ事件委任事件がグルジャ市委任市で発生香港では600名が負傷不明者150名逮捕者1500名と報道されたカザフスタンの東トルキスタン 統一革命民族戦線は、漢族住民55名、ウイグル人20名が死亡したと発表した。中国側は、共産党政権の転覆を目的として、民族分裂主義者の破壊活動とした。4月24日には、イリ中級法院委任市人民法院は、公開裁判を開き、暴動の首謀者ユスプトルソンら3名を死刑に処した。1997年2月25日、 2009年7月5日に中国の東トルキスタン支配に抗議する大規模なデモがウルムチで行われ武装警察の鎮圧によりウイグル人1500人が射殺されたとされているその後1万人のウイグル人が行方不明となったと世界ウイグル会議は訴えているなお中国政府は事件翌日からウイグル自治区全域で一件を固く捜索してウイグル人 男性4000人以上を拘束したことを発表すると、共に犠牲者のほとんどは、漢民族であるとしている。1992年、トルコの退役将校であるリザ・ベキン、メメット・リザ・ベキン・パシャラを中心に、トルコのイスタンブールで、東トルキスタン民族会議が開催された。1996年には、学生運動家のドルクン・エースサ、ドールクン・イーサラを中心に、ドイツのミュンヘンに、 世界ウイグル青年会議が設立された。2004年4月16日には、東トルキスタン民族会議と世界ウイグル青年会議が合流し、平和的、非暴力的、民主的な反対運動を行う世界、ウイグル会議として再編された。初代議長は、ラジオフリーヨーロッパ元職員、エルキン、アルプテキン、元新教召喚部のエーサイユスプアルプテキンの子が選出され、 2006年11月には、ノーベル平和賞候補でもある、ラビアカーディルを第二代議長に選出した。2012年5月14日には、東京で世界ウイグル会議代表者会議が開催され、会議後に、靖国神社への参拝が行われるとともに、ラビアカーディル代表から、東京都による尖閣諸島購入の資金が寄贈された。また、中国政府がどこの土地であっても、 歴史的に我が国の領土と主張していることを非難している。しかし、世界ウイグル会議の姿勢は独立の放棄だと考える、亡命ウイグル人グループ、またトルコヨーロッパ系初期ウイグル独立運動を指揮したアルプテキン派に含まれない亡命ウイグル人グルーは2004年9月14日にアメリカ・アシントン DC で世界ウイグル会議とは別の組織の東トルキスタン、 共和国防命政府本部を設立した。初代大統領として、エフメット・イゲムベルディ、エメット・アイジェンバーディが選出された。東トルキスタン共和国防命政府は、中国を帝国主義、侵略者として、大量虐殺や人道に対する罪などの観点から、批判するとともに、世界ウイグル会議を、独立運動を妨げ、中華帝国の統一維持に貢献するものであり、 中華帝国の支配下に置かれた奴隷であることを目指すものとして批判している。同亡命政府は政治的に東トルキスタンとされる地域、すなわち現在の中華人民共和国の植民地になっているウイグル自治区に相当する地域を東トルキスタン共和国の正当な領土であると主張し、似た立場に置かれたチベットや台湾の独立にも賛成を表明している。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。